イオン西人店は、福岡県福岡市沢楽西人に存在した大型商業施設である。大英時代の店番号は0375。福岡市の副都心西人地区にある大型商業施設である。当店の前身は、1958年9月に開店した丸江西人店。その後、1967年に5階建てに改築し、ユニード西人店となった。 近隣には、西人店の自関連商品部門と思われる、ショッピングバザール、西人ハウジングが併設されていたが後に閉店し、現存しない。その後、都心の高層外店舗で駐車場がないことから1986年10月頃に、トポスへ、業態転換し、大英系列として、トポス西人店となる。当時、福岡市で数少ないディスカウントストアとして定着した。 1987年にはユニードが大英に当店を売却し当店を営業をするというリースバック方式をとっていたが利幅が薄いためユニードにとっては負担が大きかったそのため合理化政策の一環で同年3月には大英に当店の営業権を譲ったユニードが直営店を大英に移管するのはこれが初めてであったそのため 他のユニード店舗とは異なり、この時点で店番号が付与された。その後、1990年代に入ると、大英の業績が悪化。2005年には産業再生機構の支援を受けることとなった。その際、店舗ブランドを整理することとなり、2006年に大英西人店となる。2013年に大英がイオンの連結市会社となったため、当店が 九州の四系列の最古産店舗となった。2015年9月1日にイオン九州に当店の営業権が承継されイオン西人店となったが、最古産がゆえの建物の老朽化を理由に2016年5月31日をもって閉店した。同年7月から当店の解体工事をはじめ、2018年1月までには終える予定。なお、大英から、 イオングループに承継された店舗で閉店となるのは当店が初となる。大英からの引き継ぎの時点で当店を調査したイオン九州は改装よりも建て替えの方がコストがかからないとの見解であったとされるが2月23日の閉店発表時点では跡地について建て替え、業態変更など自社利用も含めて検討中としていた。その後跡地を西日本鉄道が取得し、 有料老人ホーム、サンカルナ西陣の建築を着工開始。2021年7月に開業予定となっている。1階には、イオン九州が6年ぶりにマックスバリューエクスプレス、西陣店として、同年4月20日に再出店する予定。西陣店閉店以後は、同じく旧大英店舗だった四銅座店であったが、その銅座店も2017年2月28日に、 閉店したためイオンショッパーズ福岡店がイオン九州における最古産店舗となっている。出店全店舗一覧は公式サイトフロアガイドを参照。大英西人店に関するカテゴリー。ありがとうございます。